周防灘の沿岸、灘島には長妻外作、元禄外作などいくつもの干拓地があります。新外作は萩藩によって1774年に完成されました。主要な樋門は花崗岩の石材を積み上げた石垣で作られ、ろくろによる巻き上げ方式の仕切り板を設置した南蛮樋で、満潮と干潮の時、板を上下に動かして潮止めと排水を行いました。南蛮樋は築堤後1836年に修理を行ったと石工の記録が残っていて、その後の遺構の状況から幾度か修理が行われたとも考えられています。なお石材となる花崗岩は近隣の藍尾二島地区の岩屋から産出したとも考えられています。その後1930年に昭和外作が完成したことにより実質上の機能はなくなりました。灘島新外作南蛮樋は周りの田畑、集落含め当時の面影を残しながら今も静かに生き続けています。